クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？ね、クロちゃん今活躍してますからね。まあ、モンスターとか言われてますからね、最近は。本当にクロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？映画始まる時の荒波にそのまま飲まれていった。いや、その役ってこと？クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？カートゥーンアニメーションのライオンが吠えるタイミングと同じところでワワワワーって言ってました。いらないよ、いらないよ、それは。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？クライマックスで紙吹雪が舞う。いや、もうバンバンバンのやつね。テタテッターのやつ。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？目隠しをされて、こうやって連行されながら地雷原を歩いていって、後ろでどんどん爆発が起きている。ドキュメンタリーなのかな。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？テレビから出てきた貞子がベッドの下にそのまま入っていく。いやー、水曜日のダウンタウンってあったけども、クロちゃんが下に入っていくみたいなね。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？所さんが声をやってる。いや、声優でいいぞ。アフレコみたいな。予算もなんもない。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？エディ・マーフィーに色違いと言って原型なくなるまで撃たれる。絶対ダメだから、そのクロちゃん。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？丸腰は嫌だ、銃がいる。丸腰はやだ、銃欲しい、銃ちょうだい、丸腰じゃいかないって。丸腰で生かされる。生かされるか。散々言ったのに。結局クロちゃんはね。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？寝たままロケットに乗せられて地球に向かってくる隕石にぶつけられる。壮大だな。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？ドラゴンボールエボリューション2スパパビッチカーミング。どういうことよ。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？ハリウッド映画史上初なんですけど、クロちゃんを助けてた子供も飼ってる犬も死んだ。いや、クロちゃんのせいで。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？すごい方のクロちゃんが監督している。黒沢さんの方なんだ。勘違いしてたわ、クロちゃんで。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？銃撃のシーンで、マトリックスくらい緑で松竹って出る。押してるな。そんなに。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？クロちゃんがサメに食われて死んじゃったんですけど、ビーチの責任者がまだ人死にが出たわけでもあるまいにって言ってる。死んでる、死んでる。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？シロちゃんじゃない、色違い。色違い。色違い。ハリウッドっぽいけど。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？あの伝説のファミコンゲームが映画になって登場だ。トゥー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 、アトランチスの謎。クロちゃんがね、めちゃくちゃ難しい。2時間上がんない。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？クロちゃんが起きるとこう女の子と入れ替わってて、入れ替わってる、入れ替わってる、入れ替わってるかわからない。声のね、高さで。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？クロちゃんが排水溝の中からこっち見てくる。めっちゃ怖いじゃねえかよ。使い方ついて怖いよ。クロちゃん主役のハリウッド映画、どんな映画？クロちゃんが女の子の帰りを一人8年間待つクロという映画が。うまい、うまい。正解出す人。正解。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？あーってこう狭いダクトを通って角座から地上に出る。日本撮影で。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？各シーンに見切れてるヒロと団長を探す楽しみ方がある。そんな使い方してるのね。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？あの大人気漫画がハリウッドで登場。あーりゃりゃこりゃりゃ、あーりゃりゃこりゃりゃ、アニマル横丁。知らないですよ。知らなかったです。知らなかったです。大変申し訳ございません。知らなかったです。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？放映中のテレビ CM で見た若い女の子たちが声をさらえて最低っていう。CM でやるんだけどね、それね。クロちゃんが主役のハリウッド映画、どんな映画？映画館で見ると T
TKO 木下が投げるペットボトルが 4D で体験できる。やめろやめろその話は。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？あの感動の名作映画の続編がついに登場。ポーン、私のアナルの中の消しゴム。いや頭の中だからそれ。頭の中の消しゴム。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？溶鉱炉に沈んでいくときにこの手の形じゃなくてパチンコを打つ手のまま沈んでいく。なんで最後に、なんで最後にパチンコを連想させて死ぬ。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？団長もヒロもクロちゃんの中の別の人格だった。安田ズビッグサーカース。そんな実は一人だったっていうね。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？うん、TKO 木下が投げ捨てたキングオブコントのトロフィーが怪物になって帰ってくる。やめろやってない。木下さん出ませんよそれは。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？ワンワンが映画館に入ろうとするんですけど、ワンワンは入れないですよって。見れないだからワンワンは。かわいそうだけど。っていう映画。っていう映画。っていう映画、どういう映画だよ。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？ゴミだらけの自宅のシーンをよーく見るとバグズライフのキャラがいっぱい出てる。映画版だから映画版だからね。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？オープニングで 20th Fox みたいにクロちゃんってブロックがスポットライトに照らされてる。ね、こういう形で出てくる。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？あのピクサーが作ってるんですけど、うん、ピクサーの愛を床を撫ですりつぶすオープニングアニメーションから始まる。悪すぎるだろこれ。何なのよその。クロちゃんが主役のハリウッド映画どんな映画？あの伝説のレスラーの物語、ブブン、キラーカーン物語。似てるけどちょっと頭の部分が似てるけど、スキンヘッドだけじゃん。